日本はこれまで卓越した科学技術で世界をリードしてきました今日本に求められているのは世界が抱えている社会の課題に対して解決の突破口を切り開くことそこで今までの従来型の研究体制では成し得なかった非連続イノベーションを目指した挑戦が始まりましたそれは 12人のプログラムマネージャーの指導で始まるハイリスクハイインパクトな挑戦科学技術の競争力を高め新たなイノベーションを創出するそれが革新的研究開発推進プログラムインパクトです キックオフフォーラムにお越しくださいました今年度から新しい科学技術の国家プロジェクト革新的研究開発推進プログラムインパクトが始まりました本日はそのキックオフとしてフォーラムを開催いたしますインパクトとはどんなプログラムなのかそして産業や社会に大変革をもたらす科学技術イノベーションの創出とは何か 12のハイリスク、ハイインパクトな研究課題を紹介するとともに、ゲストや学生の皆さんにも登場していただき、さまざまな角度でトークセッションを展開していきたいと思います。え、私本日の司会を担当いたします篠崎直子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速進めてまいりましょう。 まず、内閣府総合科学技術イノベーション会議、久間和夫議員より。開会の挨拶と革新的研究開発推進プログラム、インパクトの概要をお話しいただきます。お願いいたします。はい、どうも、ご紹介ありがとうございます。えっと、ただいまご紹介いただきました、内閣府。総合科学技術イノベーション会議員の久間でございます。えっと。 今日来てこんなすごいテレビカメラが向けられて,て、しかも皆さんの視線を一心に浴びると、いやおなく緊張しますね。えっと今日はですね、えっと本当に多数の方々にご,ご参加いただきましてありがとうございます。厚く御礼申し上げます。えっと若い方々や一般の方々も含めさまざまな分野がお越しになりますので、本日は 堅苦しい話であるとか難しい話はなるべく避ける,避けるように、えー、アレンジされております、えーあの。今回のキックオフフォーラムは革新的研究開発推進プログラムこれを我々インパクトと呼んでますけどもこのインパクトのスタートのイベントとして開催されるものであります。えー、本フォーラムでは個別の研究開発プログラムを紹介する講演は一部にとどめましてインパクトとはどんなプログラムか また、プログラムマネージャー以降、PM と言いますけれども PM は、PM の役割はどういったものか、それから日本をイノベーションに最も適した国にするために、このインパクトをどのように活用したらいいか、こういったことを対話形式により議論を進める、そういったメニューに重点を置いております。従って名称もシンポジウムとはせずに、 討論会であるフォーラムというふうに名称しておりますさてここで皆様方がフォーラムをより理解していただくための予備知識としてインパクトの精度について簡単にご紹介いたしますじゃ次のスライドお願いしますそれでまずイノベーションについてお話ししますイノベーションとはですね科学技術に基づいて 産業界であるとか社会に非常に大きなインパクトをもたらす行為を言いますそしてイノベーションには連続的なものと非連続的なものがあることをまずご理解ください分かりやすいように鉄,鉄道を例に説明します鉄道においては在来線というのがありますよね在来線も連続的な技術革新が進みまして 現在では時速160キロメートルというスピードが出ております。これが徐々にスピードを上げていくということで連続的なイノベーションなんですね。それでこの鉄道業界では1964年ちょうど前回のです、ね、50年前前回の東京オリンピックの時にです、ね、非連続的なイノベーションが起こりこのそれが新幹線です。 走行速度が一気に210キロというふうになりました、これが非連続イノベーションです。その後、この新幹線も徐々にこの走行速度を上げまして、当時は210キロだったものが、現在では320キロまで速くなっているということで、このフェーズでは新幹線も連続的なイノベーションが続いたわけです。そして2027年、12年後ですね、12年後には、 あ時速500キロ以上の速度が見込まれるリニアモーターカーが実用化されるということになりますそうしますとここでまた非連続的なイノベーションが起こるということなんですねそれでこれが連続的イノベーションと非連続イノベーションの違いですえっとそれではこの非連続イノベーションはどのようにして起こるのでしょうかは私は二つのパターンがあると思います 一つ目は研究者が研究者が主役になって引き起こされるもの代表的な例としては昨年ノーベル賞を取られた赤崎天野中村3人の教授が指導して実現した青色発光レーザー青色発光ダイオードですこのダイオードの実用化によって蛍光灯とか白熱電球が固体化されましたそれによって 低消費電力が達成成でででききるるとととともに長寿に寿命化されたということで非常に大きなインパクトのある成果です、まあ、それから山中先生の iPS 細胞もそうですねこれが研究者主導で導いた非連続イノベーションですそれ2つ目として研究者ではなくて研究開発の構想から実用化まで一気通貫でマネージするプロデューサーが主役のイノベーションです インターネット、郵便物がインターネットになるとか、あるいは地図帳が GPS になる、こういったタイ,プでタイプのイノベーションが非連続イノベーションなんですね。それで、このインターネットも GPS も、これは残念ながら日本からではなくて、ですねアメリカから発明されたと、アメリカの DARPA という国防総省のファンディング機関ですけども、ここから出てきたイノベーションです。 それで重要なことはこの研究者が主導して起こすイノベーションとそれからプロデューサーが主導して起こすイノベーションこれをですねバランスよく投資するそれぞれのテーマに対してですねバランスよく投資するとこういったことが国としても実は企業としてもそうなんですけどねそういったことが必要だというふうに思いますところは日本ではどうだったかといいますと研究者が主役の研究開発プログラムは 多数ありますけれども、プロデューサーが主役の研究プログラムというのは全くありませんでした。そこで、システィ我々の総合科学技術イノベーション会議が、主催となって、この PM 主導型の研究プログラムを立ち上げました。まあ、こうして、国家重点プログラムであるインパクトが誕生したわけであります。<coughs> それでではは PM はどののようううにしししししてイノベーションを起こすのでしょうかもう少し詳しく説明しますまず PM は実現したいビジョンを構築するこ左上に書いてあると思うんですけどもビジョンを構築しますそれからビジョンを構築するとと,ともに目標を設定します次にその目標を設定するためにはどういうアイデアでですねどういった研究開発をしなくちゃいけないかというそういった構想を作るわけですね。 それで次にこの構想が出来上がったらそれを実現するための研究開発チームを作るこの時には一流の研究者であるとか一流の研究機関を集めてですね自分の目標に向かって研究者をうまいこと共同させたりあるいは時には競争させたりしながら自分の実夢を実現していくということになりますですから PM っていうのは 研究者でもある人もいるんですけども、研究者ではなくてプロデューサーと、一流の研究者、研究機関を引っ張ってマネージするという、そういった役割を果たします。それで最終的には、当然のことながら、既存の企業でもいいんですけども、ベンチャーでもいいですどこかで,です、ね、非連続的なイノベーションを起こして、社会や産業界に大きなインパクトを与えることを目標としております。 それで、えっと、これがあ最後ですけれども、インパクトにはこのように、我が国の成長戦略の一環として創設されました。昨年6月に非常にえっと倍率は高かったんですけども、15倍の倍率でしたけれども、12名の PM を採用をしました。それで、われわれシスティはですね、PM とともに日本初の 日本発信のということですね日本から発信する非連続イノベーションを続々と創出したいと思っておりますどうぞご期待ください本日は本フォーラムを皆様方に楽しんでいただくとともにこれを機会に特に若い方々ですね若い学生さんの方々一人でも多くの方が高い目標を持ってイノベーションを起こすことにチャレンジしていただくことを記念しております 以上をもちまして私のご挨拶とさせていただきますご清聴ありがとうございましたありがとうございました それでは続きまして本日のコーディネーターを紹介させていただきます永井新一 NHK アナウンサーです、えー、長井どうぞ皆さんこんにちはどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願い,いたします長井と申します。<laughs> なんかあれですね PM の皆さんの前にこの壇上に立つのは申し訳ないような感じがしししままますすけどねちょっと緊張てい私自身は実はもうずっと文系でして大学は中国文学をやっていたぐらいだったんですけれども中国文学でですかも不思議な縁もありましてですね実は子ども向けの科学の番組の司会などもしましてやっぱり科学って日本を大きく変えていくそして子どもたちに夢を持たせるとても大事なものなんだなということを考えましてね。 ちょっっとした夢もあて、去年ノーベル賞を取りました若崎先生ですとか、うん、天野先生直接インタビューをさせてもらったりとかして、えーえー、結構、ね、科学とのつながりがありまして、ね、本日は、えー、私もあのこのインパクトという取り組みが一体どんなものなのか、はい、そのプロデューサー方と今、きゅさんの話もありましたこれが一体どんなものなのかそして日本をどう変えていくのか、うん、世界をどうけん引していくのか、はい、直接 PM の皆さんに伺って。はい いろんなことを私も今日は勉強したいと思っていますね、いろんなお話が聞けそうですよね、はいはい、ということで皆さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますはい。それではね、<っ>早速その十二名のプログラムマネージャーを紹介したいと思います、はい、ご紹介いたしますまず最初は超白膜化。 強靭化しなやかなタフポリマーの実現伊藤光三さんですセレンディピティの計画的創出による新価値創造郷田圭介さんですユビキタスパワーレーザーによる 安全安心長寿社会の実現、佐野裕二さんです。無充電で長期間使用できる究極のエコ I. T. 機器の実現。佐橋正志さんです。十介護ゼロ社会を実現する革新的サイバニックシステム。 三階よしゆきさんです超高機能構造タンパク質による素材産業革命鈴木高根さんですタフロボティクスチャレンジ田所里志さんです 核変化による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化藤田玲子さんです。進化を超えるごく微量物質の超迅速多項目センシングシステム宮田玲子さんです。 イノベーティブな可視化技術による新成長産業の創出八木隆之さんです <music> 農情報の可視化と制御による活力あふれる生活の実現山川義則さんです <music> 漁師人工農を漁師ネットワークでつなぐ 高度知識社会基盤の実現山本芳久さんです12人のプログラムマネージャーの皆さんが製造いいたしました。えー 本さまざまな面々でして年代もさまざま、はい、そしてですね研究者としてトップランナーの方もいらっしゃいますしこの中では企業で実はお勤めになってトップランナーとして頑張ってこられた方もいるそういった意味でも本さまざまな分野からさまざまな形で12人の方が選ばれたという形になりましたね。はい、そうですね、えー、本当にいいろんな分野から来てたただきました ではこのフォーラムではセッション1から3に分けて様々な角度でハイリスクでハイインパクトな研究に迫ってまいりますそれではまず早速セッション1に入りたいと思いますセッション1に参加する PM の皆さんはステージ上のお席へお願いいたしますその後のセッションで参加される PM の皆さんは客席内のご自席への移動をお願いいたします 準備は整いましたでしょうかねではここからの進行はコーディネーターの永井さんにお願いいたしますさあということで、えー、インパクトに挑むということでまず最初に五人の方に壇上に上がっていただきました、えー、また後ほどどんな方なのかということについてはゆっくり説明をしていきますけれどもここでスペシャルゲストがいらっしゃいます えー、あのですねまあ日本中を陸上というまあ世界の中でとても沸かせてくれました、えー、元陸上競技選手そしてまあプロ選手としても活躍しました民生大さんですどうぞこちらの方にお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さんと言いますとね、あのー、まだ 400m ハードルの日本記録はまだ為末さんの記録でそのままで残っておりまして、はいはい、プラスまあ世界を本当に相手にしまして世界陸上では2大会連続銅メダルですオリンピックも3大会出ましたよね、はい、そのセ末さんが今日このインパクトの,このフォーラムにいらっしゃいますまず今のお気持ちいかがです、あのーまあ、多分2020年枠っていうのは僕、ここに今いる理由だと思うんですけども。<laughs> でも先ほど控え室でいろんな話をしていても。 あ要は未来を作りに行く回なんだなっていうのはすごくよく分かったので今日は皆さんちょっと20年30年先の未来がどんなふうになるのかっていう気持ちで見てもらえるといいいかなと思います,そうですねまず未来がどうなるのかあともう一つ為末さん最近のスポーツってのは科学とは切っても切れない関係にあると思うんですがその辺はいかかがですか、はいいやあの,、まあ、あのいくつかの研究の中でもこれ2020年までにぜひ作っていただいて<ー>選手強化に生かしたいっていう話もいっぱいあったんで、まあ、スポーツの世界も科学とはこれから人間の体 という点では、ね、あのすごく近いと思うので、えーまあ、非常に今日は楽しみにしています。はい、ということで改めて為末さ,さんですどうぞよろししくお願いいたしますそれでは社会が抱える課題に対してこの皆さんがどう挑んでいくのか先ほど九桜馬さんからもお話がありましたが改めてこの PM という役割などにもつきましてそして皆さんのご紹介も兼ねまして映像の方をご覧いただきますこちらです。 日本の科学技術競争力をより高めるために誕生したインパクト選ばれたプログラムマネージャーは画期的なイノベーションを起こすビジョンを掲げ確かな見識と目利き力を持って研究者をキャスティングして研究体制を構築しますそしてマネジメント実用化を目指した強力なリーダーシップでチームを共同させ時には競争させハイリスクハイインパクトな挑戦をしていきます インターネットや GPS など今や当たり前の技術も DARPA アメリカ国防高等研究計画局による PM 主導型の研究開発から生まれたイノベーションなのです実現すれば社会を大きく変えるインパクトのプログラム登壇する5名のプログラムマネージャーをご紹介します日本の技術と産業を支えるレーザーの超高に挑戦します 今全部枯渇資源鉄にしろセラミックにしろそれからまあメインである石油由来の鉱物それをまあ我々自分たちの手で作ろうと細菌ウイルス有害低分子 PM2.5 などの危険有害物質を誰もが手軽に測定そして予報で予防ができる人工的なデバイスシステムを必ず作り上げることに挑戦いたします 日本初のといいますか世界に先駆けてののの新しいいい産業を作ろうというとが一番の最終目標になっています。現代コンピューターでは処理できない複雑な問題を解く量子人工脳と絶対に盗聴を許さないセキュアネットワークの開発を目指します。 という五人の方に壇上にお上がりなっていただきましたもう田瀬さんこの段階でおおって今声が聞こえてきましたけどねなんかねあのエージェントみたいな感じの十二、えー、人の影が出てましたけどそうですねさあ一体皆さんはこのインパクトでどういったことに挑んでいくのかということで一人ずつどんなことをされるのかまず伺っていきたいと思います最初はこの中でいきますと鈴木さんいきましょうかお願いいたします座ってよろしいはい、はい、こんにちはあの私はあの 構造タンパク質で工業材料化をしこの世の中を変えるということに挑戦してまいりますあのご存知のようにですね、えー、生物ってほとんどタンパク質でできております、えー、髪の毛爪、えー、皮膚これ全てタンパク質でございますで今回特にですね、えー、その中でも優れたタンパク質例えば蜘蛛の糸ですね蜘蛛の糸っていうのはですね直径10ミリの蜘蛛の巣を作るとですねジャンボジェット機が離陸時に 傷一つなく捕獲できると。それから、皆さん、のみってご存知だと思うんですけれども、のみは自分の体長の150倍と、これ実は関節にです、ね、リグニンというです、ね、タンパク質で構成されているものがかなり効いているというふうに言われています。またあの、えー、アリですね、アリ、噛まれた方いられるかどうか分かりませんが、アリの歯はチ、ね、タン合金とサるとも劣らない硬さを持っているというようにですね、 あのやっぱり生物3億年ですのでそれぞれ、えー、自分の目的に進化してきてますで私はですねあのまあインパクト5年ですけどもあこの5年で、えー、この遺伝子工学を駆使してですね、えー、生物が3億年かけてきたものをあやろうというのが、まあ、私のプログラムの講師でございますで,、まあ、で冒頭にもちょっとビデオにもありましたように、えー、間違いなくこの材料ができればですね えー、青銅に始まる鉄、それから陶器に始まるセラミック、そして石油由来の高分子に変わる、まあ、構造タンパク質材料というものが、まあ、世間にだだっと広がるというのをあの今、挑戦しているわけです。まあ、私の方は大体以上です、はい、ということで、鈴木さん、この映像にもありますけれども、最終的な新素材と書いてあります。はい、ということがここが一番の,そのハイインパクトなところなんですかそうですねあのもちろん、えー、枯渇資源に頼らない新素材 ということはそれは一つ大きいですけれども実は3つあってですね2つ目がですねさっきあのご説明しましたように天然のものってすごいその素材なんです先ほどっのみなんで体長の150倍も飛べるのまあいまだによく分かってるわけではあまないんですけども、まあ、そういったあのエネルギー損失のない材料であるとかそれか雲糸のような、えー、これはあの、えー 鋼鉄のです、ね、360倍の、まあ、いわゆるタフネスって伸びとあの強度が、えー、の積分値なんですけどねそれがある材料がまあ天然にもあるとただ天然のものっていうのはですね実は先ほどちょっと申しました進化してきてるそれあったものに進化してるんですよつまりあの例えば雲の糸は耐熱性が実は悪いとか光に当たるとだめだとかですからいいところはあるけど悪いところもあるだから我々は人間で最もいい材料とは何ぞやということから 初めてまあえー、だから雲糸を作るって言ってるんですけど、実は雲糸を作るわけじゃなくて、雲糸を超える工業材料を作るというのが我々のテーマにな為末さん、今ね、仮の話ですが、その今、鈴木ちゃんおっしゃった、のみはですね150倍飛べるわけですよ、これもしあのシューズにそんな素材があったらのみが僕より飛んでるって、初めて今、聞いているそう <laughs> です、試してたくさんハードル飛んできましたから。ええええ そういった意味じゃこですね,ですねまあスポーツでもそうでしょうしでも一番何かに、ね、この素材が生かされると面白いところって僕はなんとなく宇宙に飛んでいくもんとかイメージしたんですけど、えー、あの天然のもので宇宙実はですねこれあの、えー、インパクトの中でもいろいろ議論させていただいてるんですがスタートはちょっとここだけの話をしていいんですか <laughs> かというとやっぱりスポーツアパレルというのが入り口だと思います、<laughs> <ー>でさ一番やっぱり難しいのがです、ね、やっぱり宇宙であったりそれから実は構造タンパク質本当はメディカルって非常にあの期待されてるんですねただメディカルもやっぱり非常に時間がかかる開発テーマだなという印象があります。 これが今後どうなっていくのかまあこの後もですねちょっと、えー、まあ PM の役割などについてまた話を伺っていきますのでまず鈴木孝音さんでしたありがとうございます、えー、続いては、えー、この壇上で唯一の女性ですね宮田さんお願いいたします宮田でございますよろしくお願いします 私はの進化を超えるごく微量物質の多項目調センシングシステムというちょっと硬い言葉になっておりますがそれをもうちょっと柔らかくお話しますと今国民は非常に健康に対しての情報を自分で知りたいという欲求がかなり強いと思うんですね。 でしかしながらここにちょっと円にありますように今あのそういう危険物質例えば PM2.5 細菌ウイルスそれからえ有害の低分子などなどをあの測ろうとするとやっぱりあの検査室でオペレーターがついて大きな機械でといって、まあ、ウェーラブルまではいかないけれども小型というものはできているんですけれども、まあ、なかなかあの自分ですぐに測るという環境にはない。 とというところで、えー、先ほど雲が進化を超えてとありましたが昆虫も実はすごい進化を超えてまして、えー、何十億もの間にあの特に低匂いなんですけれどもそういうものをもうセンシングで遠いところのものをキャッチしてやるというシステムがすごい研ぎ澄まされてますので、まあ、そこに学ばせていただいてそれでそうするとかなりコンパクトにできるということから、えー、ウェーラブルとか、まあ、いろんなところに、えー、と実装できるのではないかというところが弱れで。 右のちょっとここにありますような図に示すようなあの生産技術的には日本が一番得意である半導体の、まあ、ちょっといろいろ作業的には昨今日本ではあるんですけど、まあそこら辺をもっと盛り上げるという意味も込めましてそれを。えーあの 非常にすごい少ない量ですぐに測れるというものを目指したいと思ってそこには非連続イノベーションがすごい関わってくるんですけれどもまあここにありますように飛行機に乗せたりとかまあスマホはあの5年後にスマホがすごい整流しているかどうかちょっと他のものにとって変わるかもしれませんがまあスポーツなんかでもウェアラブルで今いろんなことを脈拍とか測ったりとかいろいろあるのでまあそういうところに乗せるのはもとよりもともともう水際のところで何かをキャッチするとかまあいろんな場面に小さくなれば乗せれるので。 で、まあ個人レベルからそういう公共的なところまで、すべてそういうものを、えー、とセンシングで、えー、みんなが、えー、とすぐに測れるような環境を作りたいなということを目指しています。ちょうど春になってきましてですね、まあ杉花粉など非常にこう気になっている方も多いと思うんですよね。まああれも一つのこう超微量物質だと思いますし、あとまあ水際でって話もありました。えー、そうなりますとあの最近はあの。 いろんなウイルス病気に起因するそのウイルスっていうのはあります、はいはい、まあこういったものを察知してっていうそ<え>れをまた昆虫に学ぼうということなんですね。 でですの,であの非常に低濃度のものをすごいあのもうえとセンシングシステムというのはまず取り込んでその匂いをそれから認知してそれから電気信号で検出してそれを実は昆虫にも頭がありまして頭というか脳がありまして知覚中枢システムというのがあるのでまあそれを人工的に えっとあの全部作り上げようということで、えー、先ほどタンパクという話がありましたけれども、まあそういうあの生態由来のものを使わないでやるというところをちょっと今回は目指しております。<ー>はい、大変幸いですね。なんかあのまあ私たち世代もそうかもしれませんけれども、この次世代を担う子どもたちを守るっていう意味でもこれとっても大きな研究な気がしますね。そうですね。だからあのでもクとか昆虫とかすごいですね。 生物はすごいです、えー、それがまたこう実実際に実現しようとしているというのはすごく面白いなっていうのを、はい、確かに今思うすね。 だかかかからららど着想を得るわかかないもんですねあのいろんな自然界にあるものとかからも着想を得るんだなと思ってそれがすごい面白く聞いてましたけど、ねうんまあ、正直こうまさか昆虫からっていうねだから自分たちだと昆虫っていうと夏にね取ってきてそれをあの夏休みに提出するみたいな感じのイメージもありますけれども実はすごく学べるところがあるとあの先鈴木さん鈴木さんの話もありましたけれどもどうなんでしょうその昆虫から学んでよりこう人工的に作ることでその自然のものを超える となるとどういったところまでってなるんですかえと超えるということに意味がありまして、えー、と実はやはりあの皆さんのところのお手元に届くためには非常にこそ、まあ、ということをあの意識しなくちゃいけないわけですねそうするとやはりあの生態由来のものを使うとタンパク質で3次元とイメージありますけどよく腐るとかいう話があるんですが、まあ、そこまでいかないにしてもやっぱり非常に、えー、とタフではないっていうかあのっていうイメージはある、うん ところがありますそれをまああの人工的なものでそういうあの細胞特有な部位を認識するようなケミカルの力を使うことそれからまたデバイスについては非常にナノという小さなレベルの微細加工を使うということそれをまあインテグレートして超高次元に今すごくパターン認識でデータの処理が無線でできますので、まあ、あらゆる技術をこうインテグレートして一つのシステムを作り上げるというところ があのまず、えー、と量産に向くだろうというところで、えー、昆虫を超えるという意味が一つありますこの辺りは楽しみですね皆さん今後もよろしくお願いします宮田玲子さんですありがとうございました <laughs> 続いては、えー、壇上に上がっている中では最年少という形になりますね、えー、と山川さんよろしくお願いいたしますあ山川ですよろしくお願いいたします 私は、まあ、今多分ここにいらっしゃる皆さんもよく感じていることだと思うんですけれども例えば自分の脳の健康がまあどうなってるんだろうかということもそうですし最近話題になってるおもてなしの心というけれどもそれうまくやってる人って何がうまくやってる理由なんだろうかとそういったことっていうのは実は皆さん気にはしてるけれどもよくわからないとでそんな中で実は最近の脳科学をまあもってすればといいますかいよいよまあどういう脳の状態になるかっていうのが見えるようになってきたと。でそれを、まあ いつででででももも誰どこでも使えるようにできないいいかなといういわゆる脳の見えるとといいうううののをまずは実現しようというのが1つ目でただ実は見えるだけじゃなくてできればそれをまあよりうまく自分のなりたい脳というか自分のになりたい脳みたいなふうにできないかということで、まあ、そのコンディショニングというかセルフコントロールみたいなところそこまでも実はやれるようなまあ要素技術要素のサイエンスが今いよいよ始まっているのでそれをまあ一気に世の中にまあ展開できないだろう といいいうののが一番の狙いでございますでその中で特にまあ一番狙っているのはいわゆるいつまでもまあ,ある種働き続けれる能と、まあ、これ一説には、えーとまあ、私が言うとあれですけども70歳から80歳ぐらいまでは実は日本人は働き続けないとあの社会保障的にも問題があるという意味もあるのであのできれば皆さんに働き続けていただくそうですね我々思ってるのが一つとで、まあ、それだけではなくて実は日本が強いと言われる乱目地みたいなものは うまくすると実は脳を見えるようにしてそれを使うようにするとまあ学習が進んで新しい人材育成世界で勝てるようなまあいわゆる産業競争力の強化みたいにもつながるんじゃなかろうかとそういうことをまあ実現できればなというふうに思っているとでそんな中では私自身がすべ全てそれをできるとも思っていませんのでこのインパクトの中では何しろいくつかのモデルケースを出ししてその結果としてまあ他の人がまあ新しいベンチャー今ニューロベンチャーとかって言い方をするんですけれども新しいそういう脳情報 のまあ、新産業みたいなのを、まあえー、ちょうど20年30年ぐらい前にインターネットが起きたような形で脳もできないかなというふうなチャレンジをしているさん今このちょうど画像で出てますねそれぞれのポイントがあります脳の見えるかとコンディショニング、はいええ、これ見てますとねこう試さんが現役時代走ってた時に実際私たちこうこうテレビで見てて試せいさんどう思いながらハードルを飛んでるんだろうかとか、うんはい、どう思いながら 体を動かしながら、うん、特に最後の100ぐらい一番厳しいとこをどうしてるのかっていうふうに思ったりとかするその脳を見るってのはとっても興味があるんですけれども、あのだからどの,どのぐらいクリアにいけるかっていうのはあると思うんですけどただ例えば。 なんで一郎様一郎さんになれたのかっていうことはみんな興味があるわけですよね。身体の方をアプローチしても打つべき時に打つっていうことは我々全然できてないんです。で、うんうん、なんとなくこういう性格だからじゃないかっていう印象論では語ってますけど、えー、こういうものがある程度もし分かってきたらこれ非常に面白いなっていうのと、もう一つあのスポーツの世界で心拍数が測れるようになった時に何が起きたかっていうと、その数字を見ながら心拍数をコントロールできるように。 なったんですねだから測れるようになるとコントロールできるようになる人間が出てくるんですよね、ええええ、でまずでも見えないと測れないわけですごくその第一歩っていうのが重要なんだなっていうのは<ー>あの実感として分かりますねなるほどね。 うん、そうかそうですね、確かに心拍数が見えたことによって、もしかしたらそこにもどういう脳の働きがあるのかというのもあるかもしれませんし、ねええ、そうですね、ですから、まあ、例えば、まあ、わ、まあ、からないですけど、うつとかね、精神病みたいなあの精神が少し疲れてくるようなときでも、一体どういう状況になってるかって、自分が客観的に認知する。 なんかヒントまあ僕らにとってみるとそれはスランプにあたるんですけど<ー>スランプの入り際の心理っていうのを脳で何が起きているかっていうのを分かるっていうのは大きいと思いますい山川さんこういったことを、まあ、つまびらかにしていきながらね結局はこれをこハイインパクトな形、まあ、そのイノベーションですよねつまりビジネスにするわけですよねこれはなんか今まであんま聞いたことがないような感じがするんですがいかがです そうです、ね、あのおっしゃる通りでいよいよ農家学としてはあのそういった分野の研究が始まってるんですけれども逆に言うとそれをじゃあ実際に社会に持っていこうとするとその、まあ、ハードルがそれこそ大きいので今までやはり皆さんやってこなかったでただあのいよいよそういうタイミングに来たっていうのが一つでもう一つは、まあ、今回の,あのいわゆる PM 制度といいますかいわゆる産業サイドから少しその研究者をそういったところにまで、まあ、来ていただくということが、まあ、できる機会をいただいたということで、まあ、いよいよもし もしできなかったら、まあ、本当に申し訳ございません <laughs> ということかもしれないですけども,も内緒その調整をいよいよ始めるというところでいや、インパクトって名前聞いて,て、1>, えー、1回はハードルが高いって誰かが言うかなと思ったんですけど、えーえー、早速、一回目が出よというところにこう立ち向かう山川さんに大きな拍手をお願いいたします。<laughs> さ続いてですけれども、えー、この男女でもとても優しい笑みをたたえていらっしゃる山本さんに <laughs>、ぜひお願いしたいと思います。お願いします。あの山本でございます。あの私たちがあのやろうとしていることはあのあの人間の脳の脳における情報処理からあのある種のヒントをもらって、それをあの量子力学の原理の中に埋め込 だあのあの人工脳というのを開発あの使用というふうにあの考えてます。それであの人間の脳からもらった二つのヒントっていうのはあのキーワードで言うとあの相転移とネットワークなんです。で相転移っていうのはあの例えば水が氷になるとかあの金属が磁石になるとかあのあるいは絶縁体が超伝導体になるとか。 あのたくさんの電子や原子や分子からできている虚視的な系があ,のあるパラメータのほんのわずかなパラメータの変化で劇的に状態が変わる現象を言うんですけれどもそのちょうどあの劇的なことが起きるあのポイントっていうのを臨界点と言ってまして臨界点にある系というのはあの外部から入ってきたほんのわずかなあの刺激であの非常に大きなドラスティックなことが起きるんですね。で あの人間の脳っていうのはあの何かあの外からの入力が入ってくる前の状態っていうのはその想定位の臨界点にあのバイアスされていると言われてましてその新しい外からの刺激に対して瞬発力を持って情報処理ができるような状態にあの常にあのあの準備をしているというまあそのえっと想定位というのを使ってあのこれまでの量子コンピューターを 作る方法っていうのは人工原子の一つ一つをあのえっと制御するっていうあのまあ気の遠くなるようなあのことをずっと続けてあの研究で続けてきたわけですけれどもまあそういうことをあのきっぱりやめてあの総点員の臨界現象を使って一気に計算を行わせるっていうようなことをあのやろうとしていますでもう一つのキーワードはネットワークでしてあのこれもあの脳の中でその例えば物を聞くとかあのあるいは物を見るとか あの運動をするとか、あのあるいはあのあの深くあのいろいろなことを反省したり、あのあの試作にふけったりするときっていうのは、特有のあのネットワークをこう張るんですね。で、その目的のために最もあのあの適したコンピューターをそのネットワークの張り方で変えて、あのそれリコンフィギュラブルっていうんですけども、そういう形にしてあの。 先ほど言った臨界点を使って瞬発力で物を解くと。で、そういうあのことを、あの、えっと、量子の世界の中で実現して、あの、量子人口のにつなげたいっていうのが。まあ、私たちが、あの、このインパクトでやりたいことの内容です。早速インパクトっぽい話が。<laughs> <laughs> 出てきましたね。き <laughs> ましたね。<laughs> でも、あの、今のちょうど図が出てますけど、あの、この。 量子ネットワークでつなぐ、まあ、このコンピューターっていうものが計算時間が100秒から1ミリ秒に短縮されるって書いてあります、うん、つまりこれ、えー、っとどれぐらいだ1 1万分の 1? えこれは10万分の1これこう,こういうことが起こるとこれ世の中ってどう変わっていくものなんですかあののー、現在の計算機学 はまあ非常にあのあの成熟したあの技術なんですけどもあの不得意とするものがありましてあのそれは組み合わせ最適化問題と言われるものなんですがあの計算量理論っていう数学の世界では NP 困難っていうクラスに属する最も難しい問題で,でこの問題が解けないためにさまざまな あのあの分野でで障害が出ているんです例えば創薬におけるタンパクの折りたたみの問題であるとか無線通信による周波数の最適な割り当ての問題であるとかあるいは電力ネットワークのような動的なネットワークのやっぱり最適化の問題であるとか LSI における回路設計の問題であるとかあるいはソーシャルネットワークの解析であるとか。 あの機械学習であるとかまあそういうあの今の計算機が不得意とするものっていうのはあの非常にあのえっと計算時間がかかるためにあのダイナミカルに動いていく現状に合わないんですね、うん、でそういうところにあのまああののま使ってもらえるようなあのコンピューターをまあ開発したいというそういうのな僕全く違うこずれてるのかもしれないですけど。あの この選手を入れるかこの選手を入れるかっていう意思決定がスポーツの現場にあるのともう一つボールが飛んできながらこっちの選手を抑えながらって全部同時進行でしかも0.0何秒かにやらなきゃいけないって無意識の制御なんですけど。 僕らあんまり意識的にやってないんですけどでも超複雑な周りの環境のことと対応しながらやってるんですよねそしてそのことを自分たちが意識すらできてないっていう世界なんですけどなんかそのぐらいの速さの違いっていうかなんか複雑さの違いがあるんだなっていうのを思ってて今聞いてましたけどねああのまさにあのそういうあの臨界点にあの例えばあの自分自身をあるいはチームをこう置いておいてあの 入ってきた、その、あの、情報に対して。その、あの、即座に対応できる、どういうふうにでも対応できるっていうふうな。状態を作れるかどうかっていうことが、多分、あの、鍵なんだと思うんですね。で、そういうことは、多分無意識のうちに、あの、いろいろな、あの。えっ、ー、と、場面で、あの、みんなやってることだと思うんですけども。<ー>それと同じ原理を、まあ、計算科学に持ち込みたい,という。ある意味、こう、脳を超えるような。量子コンピューター。の実現っていうのは、あり得るってことなんですね。 あのまあ、あの量子を使いますので人間の脳っていうのはあのあのその励気があのいわゆるあの、えっと、局所的っていいますかそのあの量子の世界においてはそのあの私たちの場合には光を使ってるんですけども光子はネットワーク全体に同時にあのコーレントにこう広がっているので、まあ、そういう特色を出して。あのあの 脳が不得意とうなるほどねこれはちょっと為末さん本当になんかこう未来を見てるんだけれども、うん、なんかこう山本さんのお話だとなんか割とすぐ来ちゃいそうな感じもするというところがね <laughs> またすごいな、ね、これとったきっと何かが組み合わされるののことが多分すごいことになてくるんでしょうねこれがまず来そうになって、ね、えいや山本さんですありがとうございます <laughs> さあええー、あ壇上5人目という形です佐野さんお願いいたします はい、あの佐野ですすどうぞよろししくお願いしますあの私のプログラムはです、ね、あのレーザーですねレーザーザを超小型化するということです。あの一つはあのちょっとこちらの今、えー、画面にも出てますけれどもあの皆様がです、ね、研究室で使っているようなあるいはの産業界でも使われているような固体レーザーそれ,でそれをです、ね、非常に小さくすると、まあ、手に乗るぐらいの大きさにしてです、ね、どこでもです、ね、いろんなところでどんどん使っていきたいというふうに思っています。 それからですね。もう一つはあの x 線自由電子レーザーというものです。これはちょっとあの新しいものかもしれません。けれども、あの何がすごいかと言いますと。とまあ、x 線とレーザーの両方の性質を備えている光です。 まああの先ほど玉井先生さんからも見ることは基本だというお話がありましたけどこれは見る世界を広げるあの原子レベルまで広げるそれからですねあの時間分解能的にもフェムト病というですねまあ光がほんのに本当に1ミクロンぐらいしか進まない時間の間で,ですねの時間分解能で物を見ていくことができるそういう光です。ですからあの原子の動きも見ることができますし例えば化学反応の電子の状態もですねどういう状態になっているかその途中の状態を見ることができるような光です。ただですねやはり であの今装置自身が大きくてです、ね、世界に2つございますけれども1つはアメリカ1つは日本日本の装置はあのアメリカのものに比べて3分の1と小さくて性能も高いんですけれどもそれともまだ700メートルぐらいあるということでこれを小さくして皆様がです、ね、使っていただけるようなものになればです、ねまあ、科学技術も当然進展します見る欲求ですねあの科学のベースの見るということがです、ね、その世界が広がるというふうに考えています。 見る欲求ありました。そうですね。とことん見たいじゃあまあ言ってみればどんなに小さいものでも見てみたいそれをまず実現しようっていうことなわけなんですねそうですその通りです、はい、これでも原子レベルまで見ることができるとこれどんなイノベーションがこう起きるんですか そうですねあの例えばあの、まあ、よく言われてますのは材料ですね新材料新素材新機能材料とかですねそれからあのタンパク質の構造解析とかもできますので、まあ、疾病対策ですとかあの創薬そういったものにですねイノベーションが起きるというふうに期待されています、はい、ただあの今見ること自身はですねある程度今の装置ですね、えー、あの日本ですと兵庫県のマニ、えー、にある装置である程度実現されているわけですけどやっぱり機械が少ない、えー、ということでですねそれが皆さんで使っていただけるような小さなものにした ということですその基盤技術をこのインパクトで確立いたします小さなものってあのこの図にもありますけれども為末さん7 0 0ルのものがトレーラーのこの荷台に乗る1 0ルサイズになってこれはの車になってますからつまりこれはどここででも持っていいけるっていうそういうことそううううそそすよねだからあれ確かに日本は1箇所しかないからね順番待ちは確かすごいって聞いたんですけど僕イメージしたのはあの水が落ちてこう。 カメラの性能が良くなった時にこう水しぶきがカシャって捉えられた瞬間があるじゃない、えー、あんな感じで何かこう例えばまあビッグマンは実現できないのかもしれないけどなんかもう絶対に捉えられないような瞬間をこういうレーザーだと捉えられるっていうなんかそんなイメージですね,そ,うですねその通りです。 これ世界に2台しかないものがこれだけの小ささになったら、これ、相当日本はこの分野で牽引することになりますよ、ね、日本人はもう何でも見まくりみたいな、なんかそういう状況になるっていうことでやはりサイエンスの基本なんで、えー、こういった基盤ですね、えー、ができると、科学ってものすごく進むと思うんですね、当然産業もついてくるということで、ノーベル賞も出るでしょうし、産業も強くなるというふうに思っています。 ありがとうございまますす佐野さんですありがとうございいした <laughs> いやー手も先生でも5人とも全くでも違うようでてどこかなんかこうリンクしてる感じがするのがなんか面白いですねだから階層的に、まあ、例えば見れたから、えー、それで何かまた別のものが進んだりとかっていういろんなものがこう組み合わさってもしかしたらこ,うこの12分野も またまとまって一つになるのかもしれないですよね。そうですね。ねそういうイメージを持ちました。はい。さあここからなんですけれども今度はこのプログラムマネージャーまあ PM ですねこの役割について考えていきます。今ジム出ましたけれどもチームの力を引き出す。まあそうなんですその研究者のための。 研究開発というものではなくてですねそれをいかにどうマネージングしてチームとしてまとめ上げて一つのものを進めていくのかこれを問われるのが PM です,ですからそれぞれ皆さんその PM の役割についてどんなふうにマネージメントしながらこう研究をしていくのかということを伺っていければなと思います。